ウクライナ侵攻後、最大規模の戦車戦が起きていたことをみんなは知っているかな？そこでロシア軍は130両も喪失してしまい、旧式戦車とゾンビ兵も使っているとの話だね。ロシアは何でもありだね。これが実はウクライナでも問題になっているらしいし。そうだね。さて今回はウグレダールでの戦車戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。特別軍事作戦を進めた当初のロシア軍は全ての戦力でウクライナを上回っていたけど、ウクライナ軍を侮っていた上に戦略及び戦術が裏目に出て兵隊や装備において大損害をかぶっており、特に西側諸国からも脅威とされていた大量の戦車軍を次々に撃破、あるいは露覚されたことは大きな痛手となっているよ。ロシア軍においては、旧ソ連陸軍以来の伝統的ドクトリンとも言える、戦車部隊を中心とする、多数の機械化部隊の突進によってウクライナ軍を一蹴できると思い込んでいたが、2023年2月にウクライナ南東部のウグレダールで起こった大戦車戦において、ロシア軍は戦車装甲車などの装甲戦闘車両を130両以上も撃破され、戦車戦史上においても稀に見る負け戦を晒してしまったんだ。イギリスの国際戦略研究所 IISS が2023年2月15日に公表したミリタリーバランス2023年版において、開戦後1年でロシア軍が失った主力戦車 T72、T80、T90 が2000から2300両に達したと述べており、これは実戦配備されていたロシア軍主力戦車の半数に上り、ロシア軍はその補充が進んでいない状況にあると分析していたね。また、ネット上に流出している動画や画像などの視覚的証拠から損害などを推察する、オランダ発の軍事情報ウェブサイトオリークスでも、直近1年間で確認されたロシアの主力戦車の損失数が、約1800両もあり、実際の損失戦車数は IISS の分析と同様に2000両以上に上るとしているよ。このペースで消耗が続いてしまえば、ロシア軍が現在保有する戦闘車両の在庫が枯渇してしまうほど損害が大きく、ロシア政府は戦車メーカーのウラルバゴンザボドとオムスクトランスマッシュに、損失した分を補填するために増産を命じたが、両社では新しい戦車を大量生産する能力と部品が不足しているらしいね。ロシア中部スベルドロフスク州に本社を置くウラルバゴンザボドは、新型の T72B3 や T90M を生産している戦車メーカーだが、その生産スピードは1日20台が限度としており、ノーバヤ・ガゼータ紙によるとロシアの軍需産業における戦車生産能力は年間に250両以下とされていて、その損失に供給が追いついていないのは間違いないだろうね。またミリタリーバランス2023年版によると、ロシア軍がウクライナへの特別軍事作戦を開始する前の、主力戦車保有数は約1800両とされていて、その内訳は旧式の順に、T62 約150両、T72 約1150両、T80 約200両、T90 約300両となっているんだ。そうすると IISS やオリークスの分析が正しければ、ロシア軍は配備していた戦車を全て失い、損失に生産が追いつかないため保管在庫を稼働させていることになり、実際に旧式の T62 が最前線に現れてウクライナ軍に露覚されている事実もあるよ。ノーバヤ・ガゼータ紙やその他の情報を総じてみると、ロシア軍には戦時備蓄としている戦車の保管在庫が、T72、T80、T90 を合わせて2万両以上あるとされ、その数だけを見ればこれまでの損失を補って、あまりある戦車が保管されていることになり、ウクライナ軍に西側諸国の主力戦車が供与されても十分に対抗できることがわかるんだ。しかしながら、問題は戦車の保管状態が劣悪なものが多いことにあり、金属部分に錆が発生しているものが多く、ゴムなどは劣化して損傷しているため交換が必要とされ、標準装置などのデリケートな光学機器なども激しく傷ついているような野ざらし状態になっているらしいよ。そんな状態の戦車なんてほとんど数に入らないよね。正常に動くものなんて限られてくるだろうし、それらのうちで稼働可能と見られているのは、新型の T90 は問題ないとして、T80 でも3000両とされる保管在庫の半分程度とされ、
6900両あるとされる T72 に至っては、3分の1程度と見られ、稼働可能な保管在庫戦車は4000両程度であると言われているよ。この1年間で、その在庫のうち状態の良いものから1000両ほどが整備も完了して配備されているようだが、パーツなどが不足していて現役として復帰させるペースが鈍化しているとの見方もあり、この先はパーツを入手するための共食い整備などが増えることも十分に予想されており、戦車の補充に困窮するかもしれないね。この状況で西側諸国が警戒しているのはロシア軍の戦車戦術の転換で、それは歩兵部隊において満足な訓練を受けていない動員兵を配備し、旧日本軍の特攻作戦のようにウクライナ軍の弾薬を消耗させる人海戦術を戦車部隊にやらせることだね。ロシア軍の戦車保管在庫には T62 よりも古い T54、T55 なども含まれていて、旧ソ連が崩壊する直前のミリタリーバランス1990年版では旧ソ連軍の戦車数は約62000両もあったとされ、それらを現役復帰させて続々とゾンビ部隊のように配備させることで、戦車の数量でウクライナ軍戦車部隊を圧倒する戦術だよ。このミリタリーバランス1990年版によると旧ソ連軍の戦車保有数は、T54、T55 約19320両、T62 約11300両、T64 約9700両、T72 約10000両、T80 約4000両と記載されていて、これらはソ連崩壊後に独立した共和国に分配されたものの、そのうちの6から7割はロシアが保有し、NATO 加盟国の合計保有台数の約18000両をはるかに凌駕するんだ。ロシア軍の T62 は最終型の車両に対して、標準装置などの近代化改修を施して戦線に配備しているが、かなりの数がウクライナ軍に露獲されてしまい、今後その割合が増えていくかもしれないけど、近代化改修がどこまで進められるかは不明で、そのような旧式戦車では、西側諸国が供与する M1 エイブラムスチャレンジャー2レオパルト2といった、第3世代主力戦車との戦車戦では撃破されることは目に見えているよ。しかし、神風アタックをする旧日本軍の人海戦術のように、西側の主力戦車1両に対して、10両の旧式戦車を突撃させるほか、竜の歯やキルゾーンを活用してその周囲に多数の塹壕を掘って、戦車を据えて土嚢などで偽装しておき、おとりとする旧式戦車部隊を犠牲にしながら西側戦車を要する戦車部隊を誘い込み、集中砲火を浴びせる戦術など、数に物を言わせてバイオハザードに出てくるゾンビのように破壊されても、次から次へと戦車を投入することで、恐ろしいほどの犠牲を出しつつ、ウクライナの新戦車部隊を消耗させれば圧倒的な勝利を得ることができるだろうね。そこで気をつけなければいけないのは、ウクライナ軍の榴弾砲や、ハイマースなどの MLRS から発射される GPS 精密誘導ロケット砲や、歩兵部隊の携行式対戦車ミサイルジャベリンによる攻撃であり、ウクライナの土地がロシア兵とロシア戦車の墓場となることも覚悟しなければならないよ。あとは戦車数で圧倒したとしても、戦車を動かす兵員の操縦訓練が追いつかず、満足に動かすことができないのではないかと指摘されているけど、ロシアの準軍事組織や新ロシア派の人員を投入すれば十分に賄えるだろうね。砲弾を手動で装填する旧式戦車を運用するには指揮を取る戦車長1名、射撃を実施する砲手1名、砲弾を装填する装填艇1名、そして戦車を操縦する操縦艇1名の、合計4名がそれぞれの役割をこなしつつ連携しなければ威力を発揮することができず、車長が約7年、砲手で約5年、操縦手は約3年、装填手でも約1年の訓練を要するらしいけど、これはあくまでも一般論だよ。一方のウクライナ軍でも不慣れな西側戦車を運用するため同様のことが言え、戦車搭乗員の練度が同等であれば、ロシア軍が数で押し切って、西側諸国が支援疲れをしている今こそロシアの攻め時でもあるのかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。